はい、こんにちは。インフラエンジニアのゆうたです。今日はですね、ちょっとパーティションについて、説明というかですね、お話をしたいと思います。まあ Windows っていうことを前提にお話しさせていただくんですけれども、まあ、C ドライブと D ドライブだったり、まあ、そういうふうに一つの、ハードディスクなのに、なんか分割されてたりすると思うんですね。それって、まあ、どうして分割されているのか、で、まあ、そのメリットとデメリットっていうお話をしたいなというふうに思います。はい、でまず、メリットですね。で、一つ目としてシステム領域と、データ領域の分離というところがあります。なので一般的に、C ドライブに、システム C ドライブをシステム領域として、D ドライブにをデータ領域とするような、まあ、設計が一般的ですね。パソコンとか買うとエクスプローラー開いた時に、C と D とか分かれてると思います。で、C には、なんだ、いろんなプログラムファイルとかですね、Windows が動作するためのアプリケーションだったりが入ってて、D ってなんか空っていうこと結構あると思うんですね。まあ、そういうふうに、そもそも、買った段階でそういうふうな設計をされてるってことは結構あります。で、まあ、それを分離することで、良くなることとしましては、OS を再インストールするときの、まあ、リストアの操作とかですね、そういうときに、システム領域のみをリストアすれば復元することができます。なのでデータ領域の方はそのままにしておけるわけですね。これ仮に一緒パーティションを区切らずに一緒のドライブにしている場合は、再インストールでそのディスクを上書いてしまった場合は、そのデータさえも消えてしまうということがありますので、まあ、こういう時に、分割して、分割することがメリットというところですね。はい、で、無限肥大するデータとかはシステム領域でなくて、データ領域に配置することで、そのデータがマックスになってしまってもシステムへの、動作っていうのを、動作への影響を出さないようにすることが、できます。まあ、たとえその D ドライブのデータ領域がマックスになったとしても、システム領域の方は空き容量があるので、新しいアプリケーションを起動した時とかでも、まあ、起動したりそのシステムには影響が出ないわけですね。はい、っていうのがあります。ファイルのフラグメンテーションの、影響を抑えることができます。で、フラグメンテーションっていうのは、ディスク、ハードディスクがあってデータっていうのは細かい、セクターみたいなのが固まって、細かいデータが、固まっているのが1ファイルなんですね。で、例えば動画ファイルが1つあったとしたら、ハードディスクの中のどっかにあるわけではなくて、たくさん散らばった、データの集合体が、まあ、そのファイルになるわけなんですね。はい、でこれが散ってしまうと、それを全て読み込むのに時間がかかるわけですね。いろんなところババババってアクセスしてから、ファイルとして、こっちに見せてくれると。はい、で、まあ、こういうようなフラグメンテーションが起きる理由としては、ファイルの読み書きですね、削除だったり、作成とかが、たくさん行われると、その分だけ、ディスクがそのどんどん 穴が開いていって、そこにどんどん埋め込むようにまた書き込んだりするわけですね。だからどんどん、散らばっていってしまうわけです。はい、でなので、そういう読み書き、が多い、読み書きをたくさんするディスクとしないディスクっていうふうに分けることで、でそれを分割することで、そもそも、フラグメンテーションがあんまり起きないような、ディスクは、そのまま使えるわけですね。そのファイルたちも、影響を受けずに、そっちの方は、手早く使うことができるということですね。はい、で次、1台のマシンで、複数 OS を共存させることができる。はい、
これはよくやってる人とかいますね。例えば Mac に Windows 入れてる人だったり、 Windows と、Linux のデュアルブートにしていたり、そういうところですね。一つのパーティションに対して複数の OS って基本的に入れることができないんですね。なので、パーティションを区切って、ここは Mac 用のパーティション、Windows 用のパーティション、で、データ領域の、パーティションと、するようなことをすると、一つのマシンで複数の OS を使うことができると。で、複数の OS を共存させる場合ですね。まあ、さっき、このデータ領域を持たせるっていうことが、必要になってきます。そうしないと、Windows で、書いて Mac で読み込んだりっていうのができなくなっちゃうんですね。一つの、パーティションに入れちゃうというのがあります。はい、で次、デメリット、はい、デメリットとしてはですね、分割することで、まあ、空き容量まで分割されるわけですね。なのでそのディスク容量を最大限に発揮できずに、例えばシステム領域だけが 95% なんだけどデータ領域が 10%とかっていう、なんていうかね、うまいこと、もったいないような状態自体に陥ることが、まあ、あります。はい。特に Windows ではですね、Windows アップデートだったり、復元ポイントで、復元ポイントの作成で、そのシステム領域にファイルを、作成してしまうわけですね。ただ、その分、肥大化というか、無駄なファイルで、食ってしまうわけですね、ドライブを。なので、まあ、うまいことそのデータ領域に逃がすように設計をする必要があったり、まあ、ディスクのクリーンアップとかですね、というのを、定期的にやることでそこら辺は抑えることが、できます。はい。であとその動作中にですね、パーティションのサイズを変更することって難しくて、拡大することは難しくないんですけど、縮小動作っていうのが難しいです。はい。で、まあ、もちろんできることにはできるんですけど、まあ、自分のパソコンであれば、まあ、最悪別にデータが吹っ飛んでしまっても、まあ、納得することできるんですけれども、そのエンドユーザーさんのサーバーに対してとかですね、まあ、そういう操作になると、まあ、かなり調査をしたりですね、気を使う作業が、出てくるかなというふうに思います。で、まあ、今メリットデメリットお話をしたんですけれども、まあ、最近だと、あ、これ今はですね、Windows の、まあ、クライアントパソコンのことを、指して言ってたんですけれども、まあ、仮想サーバーについてちょっと考えてみたいと思います。はい。で、まあ、最近だとそのサーバーってほとんど仮想化されていて、いるので、パーティションを分割するメリットってどんどん薄れてきているんですね。そのサーバー筐体にはディスク領域は、存在せずに、そのストレージ装置に、全てその、ディスクを配置するっていう、ディスクやデータを配置するっていうことが、まあ、大規模 SI だと結構一般的になってきています。まあ、オンプレミスだとそういうところが多いと思います。でっかいとですね。で、そのディスク領域まあですね、まあ、実体はただファイルなんですね。例えばなんか .vmdk なんですかね、ハードディスクを仮想ハードディスクファイルなんですね。うん、そのファイルの中身をファイルの中身でパーティションを区切ったとしても、別にスピードアップとかは望むことはできないんですね。ただそのバックアップソフトなどでそのパーティションごとに、バックアップするっていうことも、まあ、あるので、そういう管理的な意味合いでの、パーティションの分割っていうのは、まあ、今も行われていると思います、っていうところですね。で、まあ、そのストレージ装置を、入れる場合っていうのは、まあ、そのディスクをですね、統合管理できるようになるわけですね。なので各サーバーにディスクが散らばっていなくて、大きなストレージ筐体ですね、ハードディスクがたくさん入っているような筐体で管理することで、まあ、一元管理できるし、そのストレージ装置でレイドを組むことで、
まあ、対障害性的なのも、まあ、向上するわけなので、まあ、そのようなリスクを一元管理するっていうのが、まあ、一般的な手法なのかなっていうふうに思います。はい、あと、さっきデメリットで、リスク領域を最大限発揮できずに、システム領域が95と、データ領域が10とか、まあ、そういうことになってしまうということも挙げたんですけれども、これを、まあ、仮想でやろうとすると、シンクロビジョニングっていう技術があって、ファイルを使った分だけ拡張するっていうような、そういう技術があるんですね。ので、もともとは作るときは、例えば100ギガで作るんですけど、実態としては100ギガ、OS から見ると100ギガ使われているように見えるんだけれど、それを管理してる、仮想基盤、仮想化ソフトウェア的には、実態の例えば20ギガしか使ってなかったら20ギガだけということができるんですね。なので、使った分だけ増えるっていうところで、その、まあ、実際に、あまりもったいない、その空き容器が余るっていうのは、そのシンプロチューニングの技術で避けることが、できますということです。はい。というところですね。今日はパーティションをなんでするのかっていううんちく的なお話をさせていただきました。はい。というところで、今回の動画以上になります。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録もよろしくお願いします。また見てください。バイバイ。